はいそれでは今日も読書レビューを行っていきたいと思いますこのチャンネルでは私が一日一冊本を読んでその内容をご紹介しています今日ご紹介する本はこちらの離婚の経済と法則というタイトルの本になりますで、えー、普段ご紹介する本のジャンルについてはこの動画の説明欄から再生リストのリンク、えー、ご参照いただければと思いますでは早速この本の内容に入っていきたいと思います ですいませんあの早速入る前に、まずあのこの本についてご紹介する背景としては、ですね、えっと、私自身がこういったことについて考えているというよりは、ちょっと近い、えーまあ、知人がですね、えーまあ、離婚を経験するということで、その時に何かアドバイスできないかということで買った本です。でこの本、確かセブンイレブンかファミリーマートで購入させていただいた本で、あのーまあ、結構薄くてですね500円ぐらいで売っている本になります。 えー、なのであの、その辺で見かけた方もいらっしゃるかもしれません。で内容はもうあのそのものずばりですね、まあ、離婚という、まあ、人生において大きなイベントで、かつ、なかなかその何度も何度も経験するイベントではないものに対して、まあ、どういった、えー、ことに気をつけなければいけないのか、どういった法律があるのかということを解説した本です。で例えばまあ私自身がその、まあ、知人の えーまあ、トラブルというかその、まあ、離婚というイベントに際して非常に参考になったのはですねやっぱり慰謝料とか年金分割の部分です。で知人というふうに言いましたけれども少しあの年配の知人でして、えーとまあ、年金分割について、まあ、少し揉めてしまったということがありましたでやはりその知人の旦那さんあ、まあ、あの女性なんですけれども旦那さんは、えー、と自分が稼いできた年金というのは渡したくない。 まあ、なんか自分が稼いだお金を、まあ後で年金としてもらってるというふうな気持ちが非常に強いのに対して私の知人の女性は、えーまあ、それを支えてきたのは自分だということで、まあ、それは100%正しいですよねでそういう,、まあ、こう意見の相違があってそれってもう当事者にとっては自分が考えていることが100%正しいっていうふうに思っているので。 ええと、なかなかこう思考を変えられないんですよね。で、まあ、して離婚するまでに至った、まあ、人間関係のこじれっていうのがありますから、なかなかあなたの言うことは正しいですねっていうふうに認められないと。まあ、そういった時に、どういう法律の。 えー、活用方法があるのか、また縛りがあるのかってことを、この本の中で参照させてもらいました。まあ、具体的には離婚してから2年ですね。えっ、ー、と、までしかその請求ができないとか、まあ、そういったば、えー、相手が話し合いに応じない場合は裁判所に働きかけて、えー、まあ、裁判所から連絡をしてもらうことができるとかですね。まあ、そういった内容でした。はい。あのー、まあ、 まあこういったイベントもですね、人生の中で何度か何度かというかまあ少ない方がいいのかもしれませんけれどもえまあ場合によってはあるかと思いますがあのこういうまあちょっとした本でもですね、持っておくとまあいざという時に参考になるなということをまあ改めて痛感した次第でした、はい、あのなかなか他の方に参考になるかというのは分からないんですけれどももしよろしければえまあ参考にしてみていただければというふうに思います はい、今日は以上になります、えー。もしよろしければチャンネル登録およびグッドボタンの方をぜひよろしくお願いいたします。それでは。